今年の箱根駅伝5位の國學院大のエース平林清澄、3年生が初マラソンで衝撃のレースを見せ、2時間6分18秒、速報値の好タイムで優勝した。青学大の横田俊吾、現 JR 東日本が保持する日本学生記録、2時間7分47秒、はおろか、西山和也、トヨタ自動車の初マラソン日本最高、2時間6分45秒も大幅に更新した。率直に嬉しい。勝負に徹しようと思っていた。タイムがついてきてよかった。初めての 42.195 キロ。序盤の好ペースも冷静に乗り切り、30キロ過ぎで仕掛けたパリ五輪代表の小山直城、本田に真っ向勝負を挑んだ。沿道からの声援に笑みを浮かべる余裕を見せ、残り10キロで果敢に先頭へ。一気にペースを上げて日本勢を突き放し、喫茶との一騎打ちに持ち込むと、終盤の競り合いを制した。今大会はパリ五輪代表の男子3枠目をかけたマラソングランドチャンピオンシップ MGC ファイナルチャレンジとして行われた。日本陸連の設定タイム2時間5分50秒を突破すれば五輪代表の可能性を残したが、日本勢の突破者はいなかった。ただ、初マラソンの平林は昨週の MGC 出場がかかる大会で完走。または MGC 出場資格を有するという日本陸連の基準を満たしていないため、パリ選考対象ではなかった。パリ五輪代表選考枠は3。昨週の MGC で1位の小山直城、本田、赤崎暁、九電工がすでに内定。大阪マラソンと3月3日の東京マラソンで、日本陸連の設定タイム2時間5分50秒を突破した選手の記録最上位者が3枠目に決まる。記録突破者がいない場合は MGC3E の大迫傑、ナイキが代表になる。